2021年5月21日、BTS はデジタルシングル「Butter」をリリース。驚異的な大ヒットを記録した「Dynamite」に続く2曲目の英語曲とあって、世界中から大きな注目を浴びていました。同日に公開されたミュージックビデオは24時間で再生回数1億820万回を突破。彼らのかっこよさに多くの人が夢中になったことと思います。 MV 公開後、アーミーたちの間で話題となったのがボードに書かれた6桁の数字です。どんな意味が込められているのか気になりますよね。それぞれの数字の意味をまとめましたので、ぜひご覧ください。バターの MV の番号は、バターの MV の中でマグショットをコンセプトにしたシーンにアーミーたちは注目しました。メンバーたちがそれぞれ手に持っているボードには、上から6桁の数字、生年月日、名前が書かれています。生年月日と名前は理解できるとして、一番上に書かれている謎の6桁の数字が気になります。それぞれの数字を確認してみましょう。ジン655212、シュガ384627、J-HOPE 660660、RM 201904、ジミン141018、テテ000001、チョングク110604。なんとなく予想がつく数字もありますが、パッと見ただけでは何の数字なのかさっぱりわかりません。各国のアーミーの考察を見てみると、 J-HOPE の韓国のポケベルでキスを表す数字、ジミンの初めての単独コンサートの日、チョングクのソウルに上京した日は割と簡単に解ける数字だったようです。 RM の数字はグラミーに行った日、またはマップオブザソウル、ペルソナがリリースされた日。テテの数字はナンバーワンやビクトリーを意味する1、紫色のカラーコードなど、様々な考察が飛び交っていました。ジンの数字は全部足すと21になることから、カムバックの日と言っているアーミーが多かったです。シュガの数字は特に難しかったようで、スマホのロックパターン、BTS のツイッターのアカウント番号、カラーコードなど、一番意見が割れていました。どの考察も本当に面白いです。考察班アーミーの頭脳、すごすぎます。バターがリリースされた日の夕方、BTS はブライブを生配信。この時、配信を見ていたアーミーから、マグショットの数字が気になるとコメントが入り、ボードに書かれた数字の意味を本人たちが明かしてくれました。ジン、ランダムに打った数字、シュガ、ランダムに打った数字、 J-HOPE、韓国のポケベルでキスの意味、 RM、昔507棟904号のアパートに住んでいた、ジミン、初めて単独コンサートをした日、テテ、1位になるという気持ち、チョングク、宿舎に初めて入った日。このような意味だそうです。 RM は507904にしたと言っていましたが、 MV のボードには201904と書かれています。 RM の記憶違いなのか、ボードが間違っているのか、はたまた何か隠された暗号なのか、せっかく教えてくれたのに謎が残ってしまいました。テテは1位になるという気持ちという前に、昔のサイワールド、韓国の SNS の感性で000001にしたら、はい、ミス、ユーとかあるじゃないですか、と話すシーンがあったので、もしかしたら、愛の言葉のようなメッセージが隠されているのかもしれません。また、韓国の数字の隠語で、0001は、永遠に一つという意味があるそうです。ゼロの数が合っていないので関係ないとは思いますが、こんな風に深読みしたり、いろいろと妄想を膨らませるのも楽しいですよね。数字の話からはそれますが、BTS の犯した罪が納得できるものだったので紹介させてください。ブライブの配信中、バターの MV を鑑賞する場面がありました。マグショット風のシーンを見たとき、RM がどんな罪を犯したのでしょうか。
とメンバーたちに問いかけます。ジンはアーミーたちの心を盗んだ罪、ジョングクは心を溶かした罪、ジミンはアーミーたちの心を燃やした放火犯だと思っていたと答えました。どれも納得のいく罪名です。世界中のアーミーたちを虜にして離さないのだから、本当に罪深い人たちだと思います。ジンの数字に意味があった。ジンは6桁の数字をランダムに打ったと話していたので、それは本当のことだと思いますが、答えを知る前のアーミーたちは655212に素敵な意味を見出していました。考察班の頭の回転の速さ、想像力の豊かさにびっくりします。ジンの数字は韓国語の文字に対応しているそうで、655212をつなげて読むと一つの文章になるという情報がありました。65、会いたい。52、私たちの。12、アーミー。言葉をつなげると、会いたい、私たちの、アーミーという文章に、まさかこんなフレーズが隠されていたなんて。とっても素敵な考察ですよね。ジンの数字に対する考察は他にもあります。655と212がそれぞれエンジェルナンバーという説です。エンジェルナンバーはスピリチュアルの世界で天使からのメッセージが込められている数字と言われています。たまたま時計を見た時の時刻、車のナンバープレートなど、ふとした瞬間にパッと目に入る数字は偶然ではなく、天使からの大切なメッセージなのだそうです。アメリカ出身の心理学者ドリーン・ワーチューがエンジェルナンバーという言葉を世界に広めました。655は大きな変化が起きて、より素晴らしい方向に人生が進んでいく。212はあなたのポジティブな感情が人生をより良い方向に導いてくれるというような意味があるそうです。もしかして655212は天使ならぬ人からアーミーへの大切なメッセージだったり。実際のところジン本人が適当に打っただけと話していたので、残念ながらどの考察も外れていたのですが、もしも照れ隠しで適当に打ったと話しているのだとしたらと、ついつい妄想してしまいます。事実ではないと分かっていても、ロマンチックな意味が当てはまるジンの数字に胸キュンが止まりません。適当な数字ですらアーミーを喜ばせてくれるジン。655212はジンのパワーによって奇跡的な確率で選ばれた数字だと思います。シュガの数字に意味があった。ジン同様、6桁の数字はランダムに打ったと話していたシュガ。シュガの数字の考察も見てみましょう。まずはポケベル説です。384627は外側にある数字同士を足していくと全部の数が10になります。並べると101010になりました。これはポケベルでただいまという意味になります。3+7=10、8+2=10、4+6=10。ちなみにどうやって101010をただいまと読むのかご存知でしょうか。数字には1、2、3、4の他に1つ、2つ、3つ、4つと数える言い方もありますよね。これによって10の読み方を同とし、そしてとは他行なので10のことは他と読みます。10の読み方にはもう一つ説があり、他の中に漢数字の10が入っているから10を他と読む説もあるそうです。2つ目の10は同じ考えで、た、1は1なので、い、0は丸の、まと読みます。すべて合わせて、ただいま。バターでカムバックしたよ。というシュガからのメッセージでしょうか。た、10、た、10、い、1、ま、0。途中で気づいた方もいらっしゃるかと思いますが、101010をただいまと読むのは日本語での考え方です。言葉の意味が素敵な分、考察が外れたことを残念に思います。それでもこうやっていろいろな考えを思いつくこと自体がすごいです。考察班アーミーを尊敬します。もう一つの考察はカラーコードです。
カラーコードはハッシュタグに続く6桁の16進数で表記します。6桁だとちょうど今回の数字が当てはまりますね。ハッシュタグ384627でカラーコードを検索したところ、深い色味の緑色が出てきました。緑色には安心感や落ち着き、調和などのイメージが挙げられます。緑色のものを見ると心をリラックスさせる作用があるそうです。シュガはバターの MV で緑色の T シャツを着ていましたし、何か意味があるのかなと勘ぐりたくなります。さらにすごい考察が、384627を反対にしてみるパターンです。726483でカラーコードを検索するとくすんだ紫色が出てきました。紫色は BTS とアーミーにとって大切な色です。この考察を知った世界中のアーミーたちは歓喜に沸きました。反対にしたらボラへカラーになる数字をたまたま選ぶなんて本当にすごい確率だと思いませんか。運命的な巡り合わせを感じます。それともランダムに打ったというのはシュガの照れ隠しだったり、偶然にも紫色に結びつく素晴らしい数字を導き出していたシュガ、これはもう奇跡としか言いようがありません。ジンもシュガも適当な数字にこれだけ素敵な意味が当てはまるのだから、よくよく考えると何か意味を込めた数字を選ぶよりもすごい気がします。まとめ、今回はバターの MV に出てくる数字の意味をまとめました。私はジンの会いたい私たちのアーミー説とシュガの反対にしたらボラへカラー説がお気に入りです。本人たちが話していたのでランダムに打ったのは本当のことなのでしょうが、むしろランダムに打ったのにそれっぽい意味が当てはまるっていう方がすごいと思います。考察班の皆様、素敵な考察をありがとうございました。いろいろな考えを見ることができて楽しかったです。 BTS の MV はいろいろ隠されたメッセージがあるので面白いですよね。新曲に関する情報はまだ何も発表されていませんが、次の MV も楽しみに待っていようと思います。